カガガタ二番艦のトサだ。気構こそされたものの、最後まで建造されていなかった身だが、空母だったり戦艦だったり、兵装実験艦だったり標的艦だったり、よくもまあ古希使ってくれたものだ。<laughs> この姿で着任した以上、失望はさせんぞ。 カガガタ戦艦二番艦、トサ。使えるに値する者のにのみ従う主義だ。貴様などと、安直に判断するのも好かぬ。ひとまず貴様の力、見定めさせてもらうぞ。どれ、面白い仕事でも見つけてきてくれんか指揮官。いつもそうしてきた、とな。 <laughs> そういう輩がいるからこそ間違いがいつまでも正されない。そうは思わんか武力行使。何陳腐だが友好的な交流の仕方だ。もっとも、話が通じる相手であればそうはならんのだがな。目的達成のために手段を選ばないのは嫌いではない。 規則を守って溺死するよりマシだからな。強くない奴は引っ込んでいろ。強者も弱者も己をわきまえるのが道理だ。姉上の持論だな。天木さんほど慎重ではないが、姉上ほど熱くなりやすいこともない。主語姉上かそれとも私か 暇を持て余しているなら、手合わせでもどうだ一時の気まぐれで命取りになる。まさか、思いもよらなかったわけではあるまいな。任務に追われるのではなく任務を終え。それが指揮官である貴様のなすべきことだ。任務完了かもたもたしてないでさっさと報酬を受け取れ。 手紙とな三割でも有意義な情報が入っていればありがたく思うのだが。面白いことでもあったか貴様に興味がなくても、貴様が遭遇した出来事には興味があるのでな。委託組の帰還時刻、私に注意させるつもりじゃあるまいな。目の付けどころがいいな、指揮官。 <laughs> 暴れさせてもらう。これで終わりか所詮はこの程度か。うぬぼれすぎたとでも言うのか。どちらが上か思い知らせてやる。<laughs> 危ぶまれる戦いこそ面白い。 弱者は引っ込んでいればいい。これ式の波に負けるようでは、面倒は見てやれん。自分の命をいつでも奪える者を相手に、よくそんなに無防備でいられるな。信頼しているとな。ふふふ。信頼か。いい響きだな。 我が獣王の感染相手に動じないとは、貴様も随分と変わり者だな。だからこそこうしてザレ言を交わすだけでも楽しいものだ。今日は何を見せてくれるのだ一人なら、規則にもルールにも縛られず、好き勝手に動くのが勝負んでな。まして、貴様がいれば、 こっちも慎重に動かざるを得なくなる。ふん、悩ませてくれる。貴様の志、夢など知ったことではないが、私の存在を必要としているのがわかる。それならこちらも同じだ。つまり、運命共同体。お互い欠かすことができない。ふ <laughs> <laughs> そうだろう。う生を受けるだけでもありがたいと思っていたが、まさか生涯を共に過ごす伴侶まで得るとはな。<laughs> 険しく長い人生だ。貴様と共に乗り越えるのも悪くないな。姉上、合わせる天木さんには勝てんな。 視察とな。貴様、この炎天下で、よくそんなに熱心でいられるな。よもや横島な発想に取り憑かれているのではあるまいな。はぁ、あ。自由に遊べるのもいいが、この格好だと、普段よりむしろ人目を気にしないといけないな。天木さん。 体が弱いからあまり泳がない方が、感染の体だというのに、なんと嘆かわしいことか。ミコ様と妹君があんなにはしゃいでいる姿、珍しいこともあるものだな。暇なら、囲碁でも打ってみないか姉上の練習相手をしているだけだと。 さすがに飽きるしな。差し入れか姉上からもらったばかりですまんなあ。いや、おかず交換でもよければだな。姉上相手にやってみろ。いや、多分逆効果か。姉上は戻ってきているか <laughs> 貴様の分の差し入れは、私が用意してやろう。